株式会社、高橋パールは、兵庫県神戸市中央区山本通り一丁目に、本拠を置き、真珠及び宝飾品の加工、卸販売を行う、死に企業である。日本における、真珠加工の元祖闘道悪化による創設。特にアコや、真珠の朝食技術は、業界内でも高く評価されており、ネックレスの連勝の良さと均質で上品な仕上がりには、定評がある。 指輪や細工用に使用されるナや南洋真珠も全サイズを取り揃えるなど、数多い神戸の真珠会社の中でも現在でも中心的な存在である。1921年創業の神戸を地盤とする老舗の真珠加工販売業者。創業者は高知県宿毛市出身の東堂康氏や、真珠漂白のアイデアを思いつき成功。いとこと共とに、 合資会社を起こしたのが始まり。その後、悪化の死後、娘婿である高橋晋介が独立し、現在の神戸、北野の地にて兄弟と共に、合名会社、高橋兄弟紹介を起こす。旧組織である高橋パール株式会社時代から、加工の高橋パールと謳われ、常に神戸の真珠加工販売会社として、中心的存在であった。 2011年12月5日に、旧高橋パール株式会社から現、株式会社、高橋パールに経営上とされ、現在に至る。また旧高橋パール株式会社の副社長の高橋、洋造は、アコや真珠の美しさを伝える目的で、NPO 法人、一粒の真珠を立ち上げている。日本の真珠は、その品質が世界最高水準であるために、 世界各国からも日本にバイヤーらが集まってくるが、高橋パールでも海外のバイヤーをはじめ輸出業者を対象とした輸出業務に関して積極的であり、相手国のニーズや情報収集のための輸出担当者の海外派遣を行うことで、そこから得た情報をもとに商品準備を開始し、取引先のニーズに応える商品作りを目指している。商品は主にヨーロッパ、 アメリカ、アジア諸国などに輸出されるが、品質の高さが評価され多くのリピーターを獲得している。東道悪化、高橋晋介の染み抜き技術は抜きん出ていたと言われ、そのものづくりにかける精神が現在まで受け継がれている。アコや真珠の朝食技術は業界内でも一目置かれている。設立当初は輸出用商品、昭和60年以降には、 国内市場向け加工卸しに注力、平成元年からは新受宝食品部門への進出を行う。1980年代の第一回の国際宝食展が千葉幕張で開催されたが、初回から毎年参加し展示会の方法を習得。その後、バブルの崩壊に阪神淡路大震災が重なり、業界は大きな痛手を受けるが乗り切る。 特にメーカーとしての特色を強く意識し、企業のある程度的を絞った売れる商品作り戦略を実行。この分野では他社に負けないという製品作りを目指していた。高知県すくも市生まれの高橋パールの創業者で日本における真珠加工術の元祖。大正期に真珠の加工染色技術を確立。これをきっかけに神戸の北野町に真珠加工の会社が 次々と創立され、これがパールストリートの始まりと言われる。その後、神戸が昭和期に入ってからの新珠業界の発展と海外の市場との流通の拠点となった。商品的ハーフパールの製造工程は独自の技術であり、その方面でも元祖であった。新園系新珠養殖が発達し、生産品が流通した当時の商品新珠は関係者の手によって、 完全に選別された傷やシミのないものだったために市場で高値がついた。ところが残された多数の除外品の処分問題が発生する。当時海外でも染み抜き技術は開発されていなかったが、1922年の春に東堂による過酸化水素水の活用による染み抜き技術の開発により解決された。東堂の実家は明治初期に野豪を油や または、山見と名乗るよろずやであったが、当主のリナナの先祖は川のへの豪族で、伊予の宇和島城に、東道高虎が京構えた頃の豪族であった。明治維新に、東道一族は、土佐に定着しぶけ商法を行い、立七は漁村の者らを相手にしたよろずや経営を始めた。一族は、土地の有力な基盤を有していたため辛抱が厚く、金号一円に、 油屋の存在は知られるところとなる。日本の真珠加工の先駆者として、東道康家が紹介されている、神戸パールミュージアム赤が15歳の頃に、三重県鳥場方面では、三木本幸吉が半径真珠の養殖を手掛けていた。赤は家業を手助けしながら成人し、22歳の頃には、成人に足を入れてゆく。第4次。 伊藤内閣の農商務大臣の林雄造と接触。秘書のような存在となる。1913年以降、藤田正代が西川東吉発明の新縁新授養食法を使い、スクモ案や未承案で試験養殖を秘密裏に行い、世界初の新縁新授養食新珠を生産し、大阪では空前の相場が形成されたと世界の新珠詩にも記録されている。 この際に、悪赤の親譲りの全財産が、林雄造の資本と共に投入されたのが1915年。真珠会社、淀ド真珠会社の大株主として参加していた。空前の成功の後、会社は増資し、悪赤も大金を再投入した。が、1920年に、スクモ湾を襲った未曾有の水害と土砂崩れにより、養殖場と施設は壊滅的な打撃を受け、 水泡とかした。悪化は自活の道を求め、単身大阪へ出る。その後大阪で様々な事業を始めるが失敗。いとこの中山孝一と真珠の染み抜き技術の話題になる。悪化は日蓮宗の熱心な信者でもあったため、毎月付近にあった、のせの妙見へとさから呼び寄せた娘、三代子の手を引いて参拝した。ある日、妙見からの帰り道に、 悪化の脳裏に何としてもオキシフルでやってみたいというひらめきがあり、通り道の三生堂薬局で人々のオキシフルを買い求めた。1922年春のことであった。自宅で様々な方法でオキシフルを使った実験が繰り返され、ついに染み玉が白やピンクになる手法を開発。ヨ真珠時代からの藤田正世やいとこの中山、孝一らと、 合資会社賞富士商会を創設。社長に長男、東道理三郎を据え、自らは会社を補佐した。これが日本における新珠加工会社の元祖となる。ありがとうございます。